島田俊平5月6日隊は、日本の実業家、経営者。北洋銀行常務取締役を経て、石屋製菓及びその子会社として、道内事業のみを買収して新たに設立された、サザエ食品の社長を務めた。北海道夕張市出身。1973年慶応義塾大学卒業後、北海道拓殖銀行に入校。主に有志部門を担い、 西新宿支店長、帯広支店長等を歴任。同校が経営破綻し、北洋銀行に営業上とされた際には、宅銀帯広支店の所在地に新設された、北洋銀帯広中央支店長を務めた。2001年取締役に専任。2004年には常務に昇格し、有志部官省の筆頭常務として、千崎工業などの経営再建に携わった。 2007年8月、賞味期限改ざんが発覚し、辞任を表明した石谷製菓の石水くん社長の後継として、主力業である北洋銀から派遣されて社長に就任した。社長就任後、週1回の社内連絡会を設け、従業員との交流を密にし、風通しの良い職場環境の創出に尽力。白い恋人の販売再開にこぎつけ、 2013年7月、取締役相談役に退いた。2015年6月、関東で展開していた和菓子事業の売上不振によって、会社整理を決定したサザエ食品の県庁であった道内事業のみを石屋製菓が買収し、新たに設立された新しいサザエ食品の代表取締役社長に就任した。ありがとうございます。